皆さんこんばんは。10月5日のショーチャンネルです。今日は衆議院の方で、代表質問がありました。泉代表と西村智奈美議員が代表質問に立ちました。私もちょっと出たり入ったりとかバタバタしていたので全部見れなかったんですが、もしかすると皆さんの方が NHK で中継をしていたので全部見ていたかもしれません。私が見た中で、あ、そうだよねっていうふうに思ってもらえることを1点紹介したいというふうに思います。今後防衛費を、倍増していくというような形になっていますが、じゃあ何が必要なのかっていう、どういう積み上げでそうなるのかっていうところはみんな知りたいよねっていうのもニュースになって久しいので皆さんもご存知かと思いますが、概算要求、予算要求の中には、100項目もですね、金額が記されていないものが、入り込んでいますということで、優先順位をしっかりつけてですね、じゃあどうするんだっていう議論をするためにやっぱりここは示してほしいっていう形で、代表質問しておりまして、皆さんもそうだなっていうふうに思いませんか。要求していたりとかなので、全部入るとももちろん限らないとは思ってはいるんですけれども、何を重要視しているのかとか、その辺もぜひ示してほしいというふうに私は思っているところですという質問が今日ありました。はい。で、あともう一点、私今年は予算委員会をしているので、すでにですね、どういう質問をしたいという項目を出しているんですね。はい。で、もし皆さんの方でも、こういう質問してほしいっていうのがあればですね、データを示していただいて、例えば新聞記事でも何でもいいんですけれども、要望いただければ、参考にしたいというふうに思っています。はい。下に、メールアドレス書いておくので、ここに送っていただければなというふうに思っています。それではまた明日。はい。これからですね、部会に行って、その後は、台湾の国慶節ですね。この間は韓国だったんですが、これから部会の後は、台湾の方の国慶節のレセプションに出かけてまいります。それではまた明日。